チカバンチェック。今日ね、MJ がいないということで、はい、MJ 以外のみんなは常にやっぱカバンを持ってるから、そうだね、カバンの中身何なんだろうなと思って、ちょっと俺、なんか自分の中でちょっと気になってた。そう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 。なんで、まぁ、ちょっとこれ動画にしてみようかなと思って。もちろん僕自身も何が入ってるかっていうのはあんま知らないです。正直、自分のカバンの中に。自分のカバンが多い。そうです、そうです。だからいろいろ足されるものがあったりとか、自分でなんか出し忘れてたみたいなものがもしかしたらあるかもしれない。そういうことね、もしかしたら僕がね、あの女性関係ではやばいやつがもしかしたらあるかもしれないですよ。絶対あるな、あるかもしれない。これあるか、あった瞬間がそのカメラがガッガッガッせーの、レッツスターター見てみてスロースターター。ということで、じゃあ、まあまずね、まあみんなにね、カバンを用意しろって、中身を見せろって言っても、まあなんか、いやいやいや、お前はどうなんだって、そうそうそう、言うた本人が出さんと。そうですね、じゃあまず僕から代表で、まあここにバシャーしますわ。じゃあ僕のバック出しますね。これが A 店のスラン使ってる黄色いカバンね。いつも使ってる黄色いカバンに、これ東海オンエアのね、てっちゃんのサインが書いてあります。あ、まずはあの僕のやつはコンバースの黄色のバッジで、ここにね、あの三男が書いてくれたあの絵のバッジで、これは嫁さんが撮ってくれた金のうんこくんですねで、ここはなんか知らないけど、何く犬犬これ、まあまあ、これもなんだろう、これ知らないな、これなんだろう、なんだろう、なんかの缶バッジ。伊之助だね。伊之助の缶バッジがちょっとへこんでるやつと、こっちもある。あ、こっち熊のプーさんがついてて、あら、お前スパムさん。ここにあの俺のオールマイティのキーがあります。じゃあ、まあとりあえずね、中身をね、まあ外見はいいが、中身がどうなのかがね。そうそうそう、ザバッと出して、ザバッといきます。ザバッと、じゃあザバッといきますね。ザバッといこう。なんだこれ、まあまあいっぱい出てきたよちょっと待ってくださいね。ここも、ここ、いや、ここもでしょ。はい、でこれで、はい、A ちゃんのバッグの中身が全てですね。じゃあ、うちらが気になったやつからちょっと調べていこうか。ももと、ああ、全然一番気になったやつ。ああ、全然いいですよ、全然いいですよ。俺気になったのね、これこれ何なんでカバンの中に入ってたの？これはだから、俺が最近よく遊んでる、最近よく遊んでるめっちゃ気になったもん。最近よく遊んでるこのズボンですね。はーちゃんっていうね。じゃあまず、これはちょっとほんと洗濯お願いしますこれちょっと名前出ちゃってる、これ名前出ちゃってるね、名前出ちゃってるからね、気をつけてね。あ、ほんとだ、名前出ちゃってる、これはちょっと、あー、なるほど。そうです、これはあの印鑑セット。みんなこれがある。これはそうですね、昔なんか名刺入れで使ってて、今はあのエニタイムっていうその24時間のジムに行ってて、もう今やめちゃったんだけど、それの鍵が入ってますね。あ、そういうことね。いつでもエニタイムで、いつでもエニタイムで、もう今言ってないから早く返して。あ、これはニートルズさんっていうあのね、岡崎のインフルエンサーの人の、シールが入った僕のあの YouTube のね、 YouTube の動画のネタ帳というか、まあ予定表というか全く使っておりません。でこれもまあ同じような感じで、まあでっかいメモ帳と思ってくれれば、さっさとこなしてきますね。これ僕の財布です。あ、これね、はい、僕の財布で、これ名刺入れですね。名刺入れ、はい、名刺入れ、はいはい、ちょっと待って、よく見るとこ、ちょっと陳列とかちょっとありますけど、これはちょっと気にせずに、気にせずにで、これは僕 の、 あの仕事で使ってる、あの、なんだ、売り上げの伝票とお金がちょっと入ってます。で、これ、はい、で僕が大好きな黄色のライター、仕事用ですね。これは、愛さんがくれた、ここにつけるやつの中で取れちゃって、あのこれガチガチガチってやつがどこにあるか分からないから、これも保存してあります。はい、で、これは、あ、これはダメなやつだね。支払い表が、今支払い表が、まあまあ溜まってる。
と今6万の支払いがたまってます。これここのやつやん。ここのやつ全部出てた。これがこのここにいつも入ってて、これを持って僕はいつも支払いに行ってます。はい。でそれとあとはこれはあんまり見せちゃダメなのかな。これはあのお仕事の、はい、あの売上表ですね。これはあんまり見せちゃいけない。これはあの子供のお手紙ですね。でライターがもう一個黄色っぽいやつが一個あります、はい、あとはマスクはね常に持っておかなきゃいけないということで、これはであとね足にちょっとだけね足首にねタトゥーが入ってるので、これで隠してエニタイムジムに行くというあれで、ああそっかそっか、でこれはあのいつもいつでもサインが書けるように、あのお会いしたら好きに書けるようにっていうことでね。であと僕はあのテンパーがひどいので、常に少しでも雨が降ったらすぐ傘をさせるようにということで嫁さんが買ってくれた、ああ降りたときの、はい、これです。優しいね僕のやつ。あとはいつも印鑑を済ますよまあ僕の中身はいつも連帯保証に、そうです、連帯保証にはしませんけどもまあ僕のやつはまあこれですね。僕のやつは一旦これで終わりでいいですかね。スロースターター。続きましてじゃあ京さんいきますか。いきますか、行きましょうかね。じゃあ京さんの中身見たことないからね、これ、うん、なかなか見せることないけどね。誰でも行くよ、行くよ。あ、でもそんな意外となんか中が折れてるやつ。何それ、なんかが折れてるやつ。何が折れてるやつ。あー、多分これ相方のカチューシャみたいなやつだね。あー、髪止めとか、髪止めのやつか。共有バッグではでもないんですよね。相方がシュプリームが好きなんで。ああ、そういうことですね。それを勝手に使ってます。おー、じゃあもう中身の説明していただきましょう。中身の説明を、あ、みんなが気になることはないね。まあ、これも自分でバツって言ってたらいいじゃないですか。あ、はい、じゃあとりあえずこれ、あ、これ携帯だ、これ携帯、これ携帯は普通にいいね。、うん、暗証番号は、暗証番号、うわで、いつもね、おっさんなんで口が臭い。あ、フリスクで。あ、口臭い。ちゃんとね。口臭系。なんでチーズ入ってるのこれ。いつのさ、誰が入れたこれ。チーズ、いつのかわからないチーズ。おやつチーズが入ってた。で、まあ。おい。お前ら喋ってないで、俺の口臭予防。近づい。あ、近づい。これは俺の老眼じゃないけどね、目が悪いね。老眼って言ったじゃんね。認めた。目が悪いね、携帯と、あと携帯落ち着けって、目がね。で、これは、あ、車の鍵、車の鍵やね、車の鍵と、うん、なんで車の鍵2つなの。まあ、車と車保有者か、保有者か、保有者がいっぱいね。で財布、これね、意外とエイちゃんと一緒だ。あ、そうですね、エイちゃんと一緒の財布、そうです、ね、財布だ、うん、と、これは家の鍵です。家の鍵、鍵だらけだな、こうやって見たら。で、これ喘息持ちなんで、レプチンっていうね、喘息予防のやつを常に持ってて、うん、なんで俺こんないっぱいこんな、なにこれ、アクセサリー。あ、アクセサリー。俺あんまり言いたくないですけど、お前のじゃん。なんでこんなもん構え入ってんの。アクセサリーが入ってもらって、で、あとはスプレー、あんま使わないけどね。あ、髪の毛ですか。髪のスプレーが、ボディじゃないですね。ボディじゃないね。おー、ボディはあんま臭くないんで、はい、大丈夫なんで。で、あとはね、最近できた、あ、名刺、スロースティーティーな、スロースターターのスロースティーティーな、自分の名刺を入れてます。いつでもサイン書いて渡します。はい、さんが渡します。見つけたら教えてあげてください。でね、つい最近に行くと、いろんな人に、ね、知り合ってるんで、うん、知り合った人から名刺をもらったりとかね、うん、で、今度一緒にね、コラボとかできたらいいなって、うん、見とるか、行くぞ、見とるか。そんなことある。絶対無事だ。もう絶対無事じゃん、これもう。そのままで。こんにちは、こんにちは、今撮影します。続ける。カメラ回ってるからね。うん、おじいちゃんち、おじいちゃんち、そのままあれ、それ、そのあれ、そのままおじいちゃんち、誰がおじいちゃんや、お前、早く来いよ、お前、撮影中や言うたの、カメラ回っとんねん。マジやって。じゃあな、じゃあ、よっしゃ行くぞって、よっしゃ行くぞって、はい、よっしゃ行くぞは、よっしゃ、うん、はい、よっしゃ行くぞ。はい、そろそろだろう。
言えやん。以上でね、俺のは終わりますね、今度は兄さんの中身ですね、はい、OK、こんな感じです。スロースターター。はい、じゃあ次はね、モモだね。モモのやつ、モモのやつがなんか一番ボリューミーだね。そうそう、一番大きいからね、一番大きいまあまあ重さがあるからね。お前わしゃしいんだ。わしよ、このだテーブルも今バサッとやってるから、ここでやってよ、マジで。いつも何が入ってんだろうなって。不思議だもんね、携帯、携帯、カバー、財布、財布。あ、そういう風に行く？タバイルか、タバイルシステムか。タバコ。名刺。名刺大事。もう一個財布。財布2個。お札、大きいお札。これ金持ってるタイプ。金持ってるタイプこれ。大事。カオキ。ホワイトボード消し。ミシよ。三回だ。服ね。忘れる。服。タオル。お前家でしんじゃん。撮影するじゃん。あいつ家でしてるわ、家でしてるわ。完全に。ほら、お出かけセットで、オレンジ用、オレンジ用、お泊まりセット、オレンジ用お泊まりセットね。完全にお泊まりセットになってる。お泊まりするんで間違いない。充電器、ごちゃごちゃした充電器ね。ごちゃごちゃ充電器。タバコ2つ入れてくるな、タバコ。これいくやつ、スプレー。おお、キソミン食べたくなるけどね。飲みすぎるとね。すごい臭いじゃん。これコンタクト用の洗浄液。ライト。オイルだね。あ、もう一個。どんだけ洗浄すんの。それ言えや。巾着。スプレー。これもメモ帳。メガネ。目が悪いからね。そう。マスク。おお。アベルマスク。ウェイトティッシュ。ワックス。まあまあいろいろ出てくるね。なんで？どこに干すの？どうこれ？あ、これどう？ああ、コースター。あ、ケーブル。コースター。マスク。めちゃくちゃ出てくるやんお前。ウェイトティッシュ。ビビるぐらいまで入ってるからね、もあれ。止まらんもんね。なんでナッツ？これ USB。これあのバンジー飛んだ時の USB。ああ。差し上げます。シーテープ用の充電器。あるじゃん。俺たち充電できるじゃん。こないだ買った。車で。あと俺も公衆用のシュシュするやつ。オーラル。オーラル。5プッシュぐらいするから。マジで。口開いてないでかけない。あとトランプ。ランプ、YouTuber のね、YouTuber。喉飴。どんだけあるの？本当だ。オーラツーとか言ってる。あ、コンタクト。聞く？なんかのリモコン。これあれだ。なんかだけ。あ、自撮り用の。前使ってたやつのリモコン。あと、Bluetooth 用のイヤホン。おー。キタシン。これあのサプリです。おお、意思が振ったどこでも対応できますわ。あと紫色のライター、充電器は何？それ何？搭乗券って書いてある。搭乗券どこに？2020 8月30日。 MJF 行った時のやつだ。あ、空港から宮崎に帰った時じゃなくてね。じゃなくて、あの豊山行った時のあのチケットですね、ミュージアム。久々でしょ、そこまで見て。もう一回。お前どんだけ口くせんだ。色違い。本当。味違う。3種類。全然違う。5回、5プッシュ。全然違うけど、ドリンクじゃねえんだから。以上です。すごいまとめた。スロースターター。はい、ということでね、一応これでみんなのカバンのねチェックをして、もうこれからエンディングに入るんですけど、ただもう一つだけやっぱりちょっと気になることあるじゃないですか。
何だと思いますか、視聴者の皆さん。そう、それなんですよ。今持ってる所持金がいくらなのかって話ですよね、やっぱり。だから財布の中身までチェックしてないですけど、財布の中身を最後金額言ってこれで締めましょうということでやりましょう。なるほど、ね、やっぱりね、皆さんね、30代40代なわけですよ、うん、まあそれなりに持ってなきゃ恥ずかしいと、そういうことで ね。じゃあまあ、じゃあどうしましょうかね。じゃあまあ、まず僕からいきますわ、うん、ね、まあ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 、そうす、6人家族のお父さんはいくら持ってるのかっていう、だこの以上のやつはちょっとあのいろいろ見せれないものもあるもんね、うん、これじゃあ、これと A ちゃんは4万円です。ああ、すげえ。 A ちゃんは4万円、大体常にね、5万、3万から5万は常に持ってる感じですね、僕の生活的に言ってしまったら。はい、で次はあの本当は京さんの番なんですけど、一回ちょっとモモからしますわ。なんでモモは2万。うわっ、今あの、あれさっきの札だくのやつは、さっきのやつは違う。あはははは、待って待って、おい、うん、やってんな。まあ、まあ、まあでも大人としてね、やっぱ、まあ、まあそれぐらいはってね、もう40代ですね。俺の最年最後はね、社長が社長はね、いくよ、ほんとに。いくら12円。ちょっと見せて、ちゃんと嘘ついてよ。あ、やってるわ。あ、社長のカード、そういうことか、ブラックカード持ってんだ。え、そう、黒いけどね、これ何カードですか。 T ポイント。京さんの持ち金は12円でした。5円2枚と1円2枚。待って、これ再選で終わりやん。ということで、本日の動画はこれで終わります。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter のアカウントも貼ってるんで、どうぞ、お願いします。インスタはあんまり MG 以外やってないんで、もうこれは言いません。ということで、それでは皆さん、さよなら、バイバーイ。